寝ても疲れが取れない人、3つの悪習慣とは。はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、寝ても疲れが取れない人、3つの悪習慣とはということでお伝えしていきたいと思います。今回はですね、特別なゲストをお迎えして動画をお送りしていきたいと思います。では簡単に自己紹介お願いします。はい、健康美容食エクスの伊藤直樹と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回伊藤先生に来ていただいたのは、伊藤先生は食事による疲労回復だったりとか健康改善についてサポートされている先生になりますので、今回は寝ても疲れが取れない人、3つの悪習慣ということでお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、早速なんですけども、伊藤先生、寝ても疲れが取れない人、3つの悪習慣について1つずつお伺いできますでしょうか。はい、わかりました。1つ目なんですが、甘いもの好きな人です。はい、はい、仕事してたりすると、どうしても元気がなくなってきた時に甘いものを食べたくなる人って多いじゃないですか。はい、で、甘いものを食べると一時的にエネルギーとして血糖値が上がるので、エネルギーが出るので元気は出るんですよ。でも血糖値が上がる、急激に上がることによって、今度ですね、急激に下げなきゃいけないっていう体の仕組みになっているので、どうしてもその時にインスリンっていうものが出て血糖値を下げてしまいます。今度血糖値が下がってきた時にまた元気がなくなって、また甘いものを食べたくてっていうような仕組みになってしまうので、特にこういった甘いものを好きな人はですね、こういった血糖値の乱高下が起きることによって疲れやすいっていうような状態になってしまいます。で、結果的にこの甘いものっていうものは、食べる人ってほとんどがお菓子だったりとか白砂糖が使われているものを多く摂取すると思うんですね。で、皆さん勘違いしていることがあって、糖質を取ればエネルギーに変えられるっていうようなイメージがあると思うんですが、糖質をエネルギーに変えるためにはビタミンとミネラルが必要になってくるんですね。ですが、白砂糖が含まれているお菓子にはほとんどの場合ビタミンとミネラルが入っていないんですよ。なので、白砂糖を使ったお菓子を食べることによって、エネルギーを作るときに体内にあるビタミンとミネラルを使ってしまうので、その使った後にまたビタミンとミネラルがないとエネルギーを作れないので、結果的に疲れやすい体質に変わってきてしまうんですね。なので、代用品としてはビタミンとミネラルがしっかりと入っているフルーツだったりとか、ナッツっていうところがおすすめになります。はい。まあ、なので疲れてるとどうしてもね、甘いものに走ってしまう方っていると思うんですけども、そうなると一時的に元気になったとしてもすぐにまた下がって、でかつビタミンミネラルが足りなくなってしまうので、さらに元気がなくなってしまう。まあ、その代わりに果物ナッツ取るといいですよっていうようなお話ですね。はい、じゃ続きまして2つ目は、はい、2つ目はコーヒーとかエナジードリンクをよく飲む人です。はい、はい、基本的にエネルギーを作る際には、その血糖値のバランスっていうものは自分のホルモンで調節しているんですけど、副腎疲労って言って、体の状態が疲れている人って自分のホルモンでバランスが取れなくなってくるんですね。そうすると、コーヒーとかエナジードリンクに入っているカフェインっていうものを摂取して、ドーピングのようにその自分のホルモンを無理やり刺激して出そうとするわけなんですよ。なので、コーヒーとかエナジードリンクをよく飲む人っていう人は、副腎疲労っていう状態に陥っている可能性が高いので、この副腎っていうところがコルチゾルっていうものを朝しっかりと分泌することで、朝しっかりと起きれたりとか、すっきりして起きれるっていうような状態になるんですが、そこの臓器がそもそも疲れているので、朝コルチゾルっていうものが出ないとすっきり起きれなかったりとか、疲れが取れないっていうような状態になってしまいますので、まあ、副腎疲労を解決していく必要性があるっていうふうになってきます。はい、でコーヒーとかエナジードリンクの代用品としては、まあ、カフェインが入っていないものっていうものをおすすめします。例えばですけど、カフェインレスのコーヒーだったり、ルイボスティーとかのようなノンカフェインのお茶とかがおすすめになります。また、副腎疲労を起こしてしまっているということは、精神的なストレスだったりとか身体的なストレスも原因になってきますので、疲れがどうしても生じているということになります。ですので、休みの日はしっかり休んだり、仕事が終わった時も夜更かしせずにしっかり休むこと、あとはストレスのない生活っていうところをなるべく心がけていくっていうところが大事になってきます。はい、そうですね。やっぱりカフェインに頼ってる方っていうのは、そもそも副腎疲労が起こってしまっているということなので、それによって元気出さなくちゃいけないということで、まあ、コーヒーだったり、はい、エナジードリンクに
頼ってしまうんですけども、そうしますとやっぱり悪循環になってしまうので、なのでそういったものに頼らずに、まあ、ノンカフェインの飲み物だったりとか、あとはそもそもの原因としての、身体的なストレスとか精神的なストレスも、まあ、解消していってくださいということになりますね、はいはい、続きまして3つ目は、はい、3つ目は夕食の食べ過ぎになります。どうしてもストレスが多い社会なので、帰ってきてストレス解消のためにドカ食いをしてしまう人が多いですね。そうすると消化にももちろんエネルギーを使うので、寝てる時に消化にエネルギーを多く使ってしまうんです、ね、でも体を回復させるためにもエネルギーを使うので、そっちにエネルギーが回らなくなってしまうので、結果的に朝起きた時に疲労回復が行われてなくて朝起きることになるので、朝に疲れが残ってしまうというような状況になってしまいます。特に夜食だったりとか飲酒をすることで消化機能にさらに負担をかけたりとか、アルコールを分解するのにエネルギーをさらにかけたりとかっていうような状態になるので、さらに朝疲れが取れにくいような状態になってしまいます。やはりですね、夕飯は腹8分目ぐらいでしっかりと食べ過ぎないような状態で、消化機能をここまで負担をかけないっていうところが大事になってきます。はい、また寝る2時間前には必ず夕食が終わっているようにすることを心がけていただくといいと思います。そして朝お腹が空いた状態で起きて朝しっかり食べるっていう状態が一番ベストかなっていうふうに思います。そうですね、やっぱりこうストレス解消のためにこうお腹がそんなに空いてなくてもこう食べ過ぎてしまう方、または夜食とか飲酒してしまう方ってすごく多いと思うので、その結果実は次の日疲れが取れないっていうのも、まあ、その原因になるんですよっていうことですので、まあ、夕食の時間とか、まあ、食べる内容量っていうところを気をつけていただくことによって、まあ、次の日、まあ、元気に起きることができるということですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今回は寝ても疲れが取れない人3つの悪習慣についてお伝えさせていただきました。伊藤先生ありがとうございます。はい、ただですね、この動画をご覧になっていただいているあなたは疲れが取れないだけではなく、ダイエットの悩みだったりとか肌荒れの悩みだったりとか便秘の悩みだったりとかアレルギー冷え性の悩みだったりとか、様々な悩みを抱えてられている方たくさんいらっしゃるかと思います。そこでですね、今回私から伊藤先生にお願いさせていただいて作っていただいたプログラムがありますので、そのプログラムについて伊藤先生からご説明いただけますでしょうか。はい、今回僕が作らせていただいたものが細胞からきれいになる食事講座っていうものになります。内容といたしましては、まずは基本的な部分である5大栄養素である炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミンとミネラルの基礎的な知識と、どういったものを取っていけばいいかっていうところをお話しさせていただいてます。プラスアルファとして、現代人が悩みを抱えていて原因になっている腸内環境だったり副腎疲労の改善方法、実践方法についてお話もさせていただいております。このベースをしっかりと学んでいただいて、知識をつけて実践していただくと、自分で自分の症状を食事で解決していくっていうことができるようになってきます。ではなぜこの講座を作らせていただいたかっていうと、現代人のその悩みを解決するときに何を食べれば健康になるっていうような極端な健康法が広まってしまっているんですね。ですが結局のところ、バランスのいい食事だったりとか基本的なベースの部分ができていないと、何かやって改善をしたとしてもまた症状がぶり返してしまったりとか、結果的に根本的に解決されていなかったりするんですね。で、後々悪循環で悪影響を起こしてしまうような食事方法もあったりするので、まずはしっかりと基本的な知識をつけて実践して解決していただきたいなというふうに思いで作らせていただきました。この基礎的な知識だけではなくて、ファスティングのやり方だったりとか必要性についてもお話しさせていただいております。この講座を実践することで自分の症状、悩みについて食事で解決していくことはできるんですけれども、どうしても自分の悩みを聞いてほしい、自分の場合はどうしていったらいいのかっていうところが気になって聞きたいっていう方も多くいらっしゃると思いますので、今回は個別のカウンセリングっていうところもつけさせていただいております。この個別のカウンセリングの必要性としては、自分の場合個人個人だと生活のスタイルだったりとか料理が得意不得意っていうところも分かれてくるので、環境が結構変わってきてしまうんですね。なのでその人に合わせた症状について解決していくっていうところをカウンセリングでしっかりと解決していければなっていうふうなことで、カウンセリングをつけさせていただきました。今回食事講座と個別のカウンセリングっていうものをセットで
通常ですと1万円でご提供させていただいてるんですが、特別に1980円でご提供させていただこうと思います。ですが僕の患者さんとかお客さんもいらっしゃいますので、この動画では先着5名とさせていただこうと思います。はい、ありがとうございます。はい、まあ、今回お伝えさせていただいた疲労回復っていう内容だけではなくて、さまざまな悩みですね、便秘だったり肌荒れだったりダイエットだったりとか、さまざまな悩みを解決するためには、一つの何かをすればいいっていうわけではなくって、結局のところバランスをですね見ていく必要があるということで、基礎的な5大栄養素の方法から、実践的な腸内環境副腎疲労の解決法というところですね、食事講座でお伝えしていただきながら、かつですねやはり個別の悩みに対しても個別カウンセリングということで伊藤先生が対応していただけるということです。通常ですねその内容というのは1万円という形なんですけども、今回1908円で提供していただけるということなんですけども、この動画を見ていただいているあなたというのは、先着5名という限りでですね受付させていただいておりますので、もし興味がある方はですね下の説明欄に案内のページ貼り付けておきますので、ご覧になっていただければと思います。はい、ということで今回伊藤先生貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ下のページご覧になってみてください。この動画が役に立ったという方はぜひですね高評価いただければ励みになりますので、よろしくお願いします。また動画に関するご質問がありましたら、コメント欄にてご質問いただければ順次動画でお答えいたしますので、どしどしコメントお待ちしております。今後もあなたを健康にするための情報をどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。